ここからは原発処理水の海洋放出をめぐる日本産水産物の輸入停止措置など中国が強める経済的威圧について日本はどう向き合うべきか検証していきますまずは日中首脳会談では処理水の放出についてどのような議論がなされたのか改めてこちらで整理します岸田総理からは、 科学的根拠に基づく冷静な対応を求めるとともに日本産水産物の輸入停止措置の即時撤廃を要求求めました一方習近平主席は日本側は国内外の合理的な関心に厳粛に対応し責任を持った建設的な態度を持って適切に処理しなければならないこのように いますということは、主さん、岸田総理の即時撤廃の要求は事実上拒否されたようにも見えるんですけれども、この部分、どうご覧になりますか今までも完全にこれをめぐっての交渉もなかったので、で中国から見れば、そもそもその基本的な原因というのは、放出に対してね、それは中国の参加を含めてね、その情報の公開がどうなるかと、それのギャップがあるので、それをめぐってみましょう、委員会を作ってね、でその話を踏まえて、その次に初めて、この話、 ですから今の時点でこれについては、まあ、多分、中国も答えようがないいと思います習さんねあのそれこそ元老 NPO の日中共同世論調査こういうのが出てるわけですよ日中関係の発展を妨げるものは何かという時に処理水の海洋放出問題と答えたのが中国で5.8%しかいなかった。 日本においては4割弱の人たちがこれは問題だよねと思っている、まあ、中国におけるその福島の,その原発処理水の海洋放出問題というのはまあ認知度が非常に低いというのがこの数字なんですけれども、まあ、こんな感じですかまあ中国はやはやり 若者ネットーーがそういう人たちは国際問題に大学生などが関心があるのでですからこれが日本の放出の決定に対して一時期、ざっと抗議の声をしたんですね。でも、全般的にはやはりこれがそれほどの関心高くはなかったと思います。日本は一方その間 もうあたかも海外では反対は中国だけというようなことになってね中国はなんで反対かといつの間にか、完全に中国が問題は日本で発生したのに中国だけは悪いものというところにみんな世論がそこにいってだからこの中国は悪いというような世論の中でまあこういう数字が出たというのはまあ分かるんですけれども,、うん、も実際に国際社会を見た時にこの処理水の海洋放出問題を もう高だかにやって水産物の輸入制限までバチンとやってるのは中国だけでしょ、えーえー。あの韓国はまあ、はい、世論調査がね、はい、もう7割以上の人はこれについても懸念があると。はい、まあ台湾の大半の民衆も、うん、でオセアニアもね。ですからそういうようなことをね、うん、でロシアは次には中国と同調して同じ海産物の輸入け停止をまあ発表してるわけですね。ですからそこの部分があのまあ中国が相当今回がね。うん 強くいろいろ出たというのは事実ですけれども、うん、日本の中の報道はあたかも中国だけが、うん、というような話になるとこれは違うと思います、うん、林さん、この中国の国内におけるこの認知度の低さと中国政府の対応これは我々どういうふうにうということはじゃあここに中国国民があまりにこう認知度が高くない問題を中国が政府が政治利用しているというふうふに見ていいんですか。 そうですねこうした問題、今までも何回かありましたけど、はい、安全と安心というのは違う言葉になるんですね、はい、で安全というのは科学的根拠に基づいてこういう数字でこういうデータですと、はい、だから大丈夫ですと、はい、ただ、なんとなくちょっと気持ちよく食べられないなというのが安心の話で,、はい、でそれは我々 IAEA の手続きをしっかりと踏んでですね、はい、これだけやれば大丈夫だという説得を重ねているので国内ではですね、うん あまり安全はもちろんですけど安心について疑念のなる声は低いということだと思いますし先ほど習先生もおっしゃったように SNS が発信発達しているのでおそらく中国の方もですねこちらに旅行来られたりして実際食べるわけですよね。そして海はつながってますからじゃあ中国が漁業で取っているやつと。 どこが違うんだろうとかね、うん、まあそういう SNS の情報なんかが流れてるってことは私聞いたことがあるんで、はい、まあその辺は中国の一般の方はあまりこの、うん、大変だということに感じてないのかなというのがこれに表れてるのかなと、うん、日本の方は輸出を止められてますから、はいすね、実際に水産物今まで一生懸命私も農水大臣の時代がやってきたものが一時減ってるわけですね。うん 今他のところにやはり日本の水産物おいしいのでどんどん出ていって、はいはい、トータルではもうプラスになったということを聞きましたけど、うん、やっぱりそういうことはありましたから、うん、やっぱりそういう意味でこの数字かなといいううふうに思いますね、うん、そうすると林さんね、ねさっき処理水の話っていうのは日中の間でもその特別な専門家チームがあの作るとか作らないとかってその作検討する方向で日中一致という話にはなっているけれども。 この中国の世論を見た時に我々はどこまでその中国政府の言うことに丁寧に向き合うべきなのかそう今、他の国からの,その買い付けの話もある中でこの問題をどのくらい我々はこう真摯に向き合うべきなのかこれはどのように物差しがこの数字を見ると物差しがだんだん見えなくなってきちう世論が沸騰しているというなら分かりますまあ民主主義体制じゃないと言ってしまえばそれまでなんですけれどもどういうふうにご覧になりますか ま,あまずはやっぱり安全の部分で科学的な根拠で話をしてですねあのやっていくというのが必要だというふうに思いますので3.11の後ですねいろんな規制が世界中にあの行われた時のものがですね例えば EU であってもあの規制は 今だから時間がかかるんですがやっぱり粘り強くそういう話し合いをして説明を続けることによって安全ですというまず科学的なものを作ってもらってそこですっとやってもらうところといやまだ安心部分で残っているといってなかなかやってない部分やってくれない部分とがあるのでそこはさらに政治的にも努力をしてですねやっていくと。ただ この数字を見ると、うん、政治的に何か国民がものすごく反対しているので、うん、それをこうそ<う>全部押し返すようにです、ねうん、安全だからといってできないということでもないわけ、うん、ですよ、ね。 はい、はい、ではここからは日中首脳会談の調整がギリギリまで続いた背景を検証し日中関係の今を読み解きますこちらを見ていきます習近平国家主席と日米韓首脳との会談の日程なんですけれども米中会談の日程は今月10日に決まった一方で 日中会談は当日の数時間前に正式に発表されたと、うん、こういうタイムスケジュールだったわけですね、うん、林さん、日中首脳会談の調整今回、ギリギリまで直前まで決まらなかったこの理由はどううご覧になりますかそうですかそでねあまり驚かないんですが<う>あの日中の日程いろいろなレベルでいろいろろやりますけれどもギリギリまで決まらない方が普通という感覚はあります。ですから、まあ、当日 前日とかですね。うん、まあそのレベルで決まるというのが通常はあると思います。うん、まあ、でもこれはあの例えばその米中に関してはその10日に決まっていてね。で、その中身とか重要性とか。まあ、米中関係のこととかを考えると、まこれ僕が思ってる話じゃなくて、いろんな関係者の話をの中からは中国はもう。今回米中1本だったんだと。 アメリカとの首脳会談米中首脳会談に中国外交部もも,もろもろ含めて総力を挙げてここに集中していたんで日中、まあ、中韓はまだもうこの番組始まる時点でまだ時間すら決まってないでそう考えると要するに他の国との,あの話特にその韓国、日本との話し合いというのは非常にこう後回しにされていて。 エネルギーを割く余裕がなかったんじゃないかというこの見方はこれはどうですかそうでですすかそね、まあ、今回、アメリカにみんなで行っている会議ですねしたが、ホストというのがアメリカだということもあるしもちろん米中はずっと二大あの大国としてですね今までもいろんな懸案をやってきていますので、まあ、あの米中と比べるというのがあまり何か意味があることには私は思えないんですが。 まあ日中、そしてあのいろんな会議が向こうで行われていますので、はいうん、ギリギリまでとは言いながらです、ねうん、あそこにいる間というのは2日か3日ぐらいしかないのでその間でやろうというところがあの漠然とその枠組みがあって、うん、その中で何日の何時にやるかというのが決まったということなんではないかなというふうに衆さん、いかがですか。やっぱり今回中国は バイ,デンバイデンとの会談にやっぱり全力投球で他の国との話っていうのはまあ俗に言われるのはその米中首脳会談終わったあその世の中の反応なんかも見た上で次の一手を詰めていこうという見方すらあったわけですよ。これは我々日中に対する中国の日中首脳会談に対するな,なんて言ったらいいんですか評価。 その思い入れ重要ですはっきり言えばで中間なんかまだ決まってもいないそうするとやっぱり重要度が高い順に当然決めていくのは当たり前なんですけれども今回非常にそれがはっきりこういうところに出ているように我々には見えるいかかがですか米中というのは今回がね、はい、あの互いに注意してもう半年前からいろいろ裏でね、はい、えあの詰めてきたと思いますのでまあ最終発表は10日ですがあの日中というのは、うん。うん 私はやはりまあ双方ともと言えるんですけれども、うんはい、日本からつい23週間前,前までここでエペクで日中やろうよというような話はなかったんじゃないですか、うん、ああ秋葉さんがほうと言って初めてこの話が出てきたよね、うん、つまりこれがねやはり今までも私が聞いた限り、うんまあありこれこそ大臣だったらもうつい最近までの、ねうん、動きで、まあ、やはり日中間の、うんうん サミットを踏まえて徐々に徐々にまずそういうところで詰めていこうと日中の改善というのは日本の外交の中でもどこか中国を念頭になうな方位権を作るような話はいっぱい出るんですけれども中国建設で改善しようという話がほとんど出なかったむしろやっぱり今回は一つは米中同時にアメリカと同盟国であるオーストラリア 韓国とも実は最近、別の,あの韓国の首相が広、うん、州のアジア大会にわざわざ行ったんですね、うん、でイギリスはこの AI の世界大会、いいろいろ反対どうも日本も反対したんですが、もう要請したと、うんまあ、そういう中で、まあ、日本も、ね、アメリカと同盟国の中でも行、うんうん、ってみれば、ちょっとなんか動きというのは遅いなというようなところで。うん 少し出てきたのかなと私はやはりね双方が今までねここでやろうというようなところ熱意は正直言って見られなくて最近になって初めて詰めたというふうに感じます今の主さんの話は、はい、林さんはその通りだと思いますか日本,日本は日中首脳会談に向けては23週間前急に出したそれまでは中国を包囲することに地道を挙げていたので話し合いの雰囲気を作っているようには中国が受け止めなかったこれが主さんの今の話ですよ 違いますよね、まあ、あの違うと言ってしまうとじゃあ、どっちだということ次は一般論としてですね日中は首脳を含めて、はい、しっかりと対話をやっていくというのはずっとやってます。はい、ですからあの、どういう順番でこれがあってこれがあってとっていうのは、うん、その時々で話しているわけですが日中首脳会談は今やらないでおこうと。はい いうようなことっていうのはあまり考えられないとは思いますのでこういう順番でこれをやってこれをやって例えば外相会談をやって首脳会談につなげていくとかそういう組み立てはいろいろあると思いますしそれは我々の側もあるしもあるわけですね両方が会おうということになれなければこういうことになりませんからですからそれをお互いじゃあこの次はこうしてというのをずっとやっている中で。 あの当面、日中首脳会談やるつもりはありませんと、我々の方がやっているということは、ないいとは思いますアメリカは中国とどのように向き合っているのか、うん、実は激しく対立する一方で、重量閣僚が続けて訪中するなど、対話への姿勢も示してきているんですよね。うん、見ていきますますず6月にブリンケンケ国務長官が、うん そして7月にはイエレン財務長官とケリー大統領特使が8月にはレモンド商務長官が相次いで中国を訪れているんですよね、うん、主さん対立しながらもこうして中国との対話を続けていくこのアメリカの姿勢は中国からどのように評価をされているとご覧になりますか、まあ、アメリカ国内で、ねはい、議会ではもう反中的なムードが依然として強いんですが えー、本当にバイデン政権が、はい、あどう考えているのか、うん、それ実際いっぱい課題を抱えているので、うん、ただ仲良くしようというと、ね、首脳あってても、ね、具体的な成果がなければ会う意味もないという意味でそれぞれ この外交の案件、うん、それからあの金融、ねはいで、そして温暖化の問題をめぐって、うん、それ最後にやはりねい、うん、いろいろ経済の面で、ねはい、それを詰めた上で初めての首脳会談になったのでそういう意味ではその詰めの時間は結構かかったんですけれれどもかなり互いにに真剣にそれを詰めてきたと、うんうん、このこアメリカ側の,この頻度の高さとねアメリカはだって国を挙げて覇権国としての争いを米中で戦ってるわけじゃないですか。その 戦っているアメリカ側からこれだけ言っている日本と中国の間にあるものは仮に処理水、まあ、あと尖閣もあるかもしれないそういうものがあるにせよじゃあそれが閣僚間の,そのアメリカ並みの往復相互訪問につながっていないというのはこれはやっぱり中国から見た時の米中関係と中国から見た時の日中関係。 やっぱり中国から見たらアメリカがとにかくアメリカを抑えれば日本はついてくるんだというような見方を北京はしているんじゃないかという見方よく僕は外交関係の人から我々は聞かされるんですけれども、うん、まあ失礼な言い方かもしれないけれども中国がそういうふうに日本を見ているというふうに見えてしまうんですよそこはいかがですかそうですねあの米中関係はとても大事な関係である、はい、ということは議論を待たないと思います、うんはい、まあ特にですねあの世界でこの トランプ時代の米中貿易戦争の時代と比べると今、ロシアのウクライナ侵略が起こっていますそれからイスラエルとパレスチナの紛争というのがまた武力紛争になってしまっているとまあこういう中で,ですねやはり米中がお互いの問題だけでこうやってやっていていいのかと。 いうことはおそらく米中の関係を少しでも良くするという意味ではプラスに働いている皮肉なことですけれどもという側面があるのかなという気はしておりますあ国内の事情もお互いいろいろあってブリンケンさん行ったりイエレさん行ったりしているだけじゃなくて大木さんもアメリカに行ってらっしゃいますしカリス・ポホさんも行ってらっしゃるという相互に往来があると。実はがが国もいろんな あのマルチの会議で例えば防衛大臣の、はい、日中の防衛大臣会合、うん、あのメカニズムについてですね、はい、話をしたされたというふうに思いますがうん、うん、いろんなところでやっているんですねしたがってあのこの順番をどっちにつけるかということじゃなくて日中関係はじゃ 大事ではないのかといえばですね。うん、双方にとって大事なわけで、はいうん、それはそれぞれがこのいろんな中でやっていくということが非常に大事になってくると思いますね。周さんいかがですか。その中国はね当たり前ですけども、やっぱりそのアメリカとのこういう頻繁な閣僚の往来というのを日中間で起きてないことをどう見ているんですか。いやあの日中関係のね歴史を振り返れば、うん、今までやはり日本が米中の間でね。 かなり建設的な役割を果たしたと。うん、まあそこへの期待少なくとも安倍政権のでも、はい、やはりね、うん、後にいろいろ漏れ出てきたんですけれども、うん、あのトランプ大統領に対してね、うん、いろいろ求められいろいろ懸念したと。実は安倍さんが中国と会うときにも。 アメリカとどう付き合えばいいのかトランプの性格とかも中国に習近平さんに説明したりするんですよ。そういうようなところ中国本当は期待したんですけれどもしかしここ数年それ日中というのがなかなかねそ,かなそれが、ね、中国が日本をアメリカの後にどうせついてくるというより結果的に日本に期待しててもここ数年中国から見れば。 ただ、アメリカに、ね、助言してもあのアメリカも,、うん、も中国包囲圏を、ね、日本もよしよししやると、うん、そういうふうにしか見えないもう少し、ねうんうん、実際アメリカと同盟関係を持ちながらも対、うんね、中はこういうふうに、ねうん、あの持ってくると私は特に一言言いたいのは、うん、同じ言い方日本の一多くの言い方が、ね、私から見れば理屈はあるんですよ、冷静に見れば問題は言い方です、うん、まあマスコミでは何でも何かあれば中国を念頭に何々を、ね、言ってみれば包囲網を作るような。うん 同じ話を中国ね要求をするとで今まで言い方というのはもう中国はどうせこれできないからだから付き合えないだからこういう組織には入れないでも別の言い方に中国はこれをね努力してクリアしたらね中国世界にもっと建設に向け入れられるんだとそういう,ような話になると。 実ははニュアンス全然違うんですだったら法人拘束をまず自らからちゃんと着工しなきゃだめですよ。一方的に抑えておいて裁判の内容は分からないままに12年とか8年とかやっていてそれで何が本かしてくださいそれはまさにさっき言ったように安倍首相もその時中国の法律は尊重するいろいろねその上でしかし一方やはり日中関係についてですからそれぞれの国の国内の法律というところでただ文句言って早く社交せよというところには。 今全世界どこでもそういう要求があってはい、分かった釈放するという前例はないんじゃないですかですから、やはりもっと本当に日中というのは今、カナダの話も出ましたらオーストラリア最近もこれが改善の中で中国で拘束されたしかも逮捕された人もやはり解放されたわけですね。 あのそれぞれの国の法律はある、しかし一方、両国関係、相手への配慮もある、そこはやっぱり両国の政治がもっとやらないといけない、もっとね、信頼関係を作るというところを合わせてしないと、ただ相手がね、これ、つかめるのが悪いと、そこを自由解放せよということでは、私それだけでは解決にならないとここからは日中関係改善の道筋について議論しますこちら見ていきます。 米中の対立やイスラエルとハマスの戦いロシアのウクライナ侵攻など国際社会が多極化する中で日本はアメリカや西側諸国に同調をしてきましたが今後はどういった立ち位置を取るべきなんでしょうか諸さ、うん、日本の対中外交を中国はどのように評価していますか。 私はやはりね、これからもう本当にぜぜひひ外交ね、言、うん、うところは言う、しかし、やはりね、仲良くすることはする、そして共通のともにね、一つ目標を持っていくと、うん、まあ正直言って、今までのやり方は、まあ、イ大人の時代を含めて、ちょっと申し訳ないんですが、うんうん、どうしても中国から見れば、本当の対中というのは何をしようとするのかというのが分からないわけですね、岸田首相がフィリピンに行って、うん、そして、中国、フィリピンと今ちょうど喧嘩している摩擦。 海関連のものを送って行ってみれば、はいはい、中国から見れば我々と対決するためのマスコミもみんなそのように報道している、うん、そういうようなところより本当にもっとね、あのー、先ほども話してましたけれども、はい、日本は中国のことをアメリカよりはるかに知っているはず。 東洋の国ですから、そこがアメリカに対してこういうところをすると、それは私、た後で聞いたんですけれども、うん、G7 は、うんうん、こうつこ厳しい話しになったんですけど、日本はわりに建設的なことも役割を果たした、これは大臣の時代ね、うん、でしかし、やはり中国の国民には伝わらない、今の日本がどうもね、うん、先の発表の話だけをもしね、うん えそれが今、首脳首会談についての発表の日本国内向けの話ばっかり見るとなんだ、全部中国批判中国すべて悪いというようなことになるそれは、ごめんなさいそれはね、新華社の問題だってわれわれの問題じゃない,ですいあのそれぞれねいや分かるんですけれども発表がね、要するに今、多くはもっとね中国に対してはねもっと例えばいろんな会合がね一緒に入るようにとしかし、i p f を含めてね日本が。 必死にねこれがもう中国抜きにねマスコミもねこれを念頭に中国抜きにするとしかしアメリカが最後に自分がね今も,もうスローダウンして事実上当面やらないこれが実は米中首脳会談に対しての一つのシグナル日本もう少しねうまく中国に対してね我々は中国も退陣しているというところのシグナルは正直、私は十分にこれが投げてないと思いますね。 さん今の主さんのお話っていうのは、うん、日本が中国に発しているシグナルはアメリカが中国に発しているシグナルと同じじゃないかと<う>日本独自の色合いカラーリングで別のアプローチしてみたらどうですかというふうに僕には聞こえます。これれいいいかかがですか、うん、そうですすそうううねぜひというふうに先生おっしゃいましゃまたけれども、はいはいはい まさに主張すべきは主張し、うん、一緒にやるところはやりと、はい、でもう一つあるのは大国としての責任を求めるというところがあるんですね建設的、はい、安定的な関係には結局今の世界の枠組みといいますか、はい、こういう枠組みについてですね、うんえー、一緒になってやっていこうと、うん、こういうところに対してですね、はいはい あのー、本当にそうなっていくのかなというのが、うんうん、やっぱりどこかでこの10年ぐらいでしょうかもしかしたらそうでないのかもしれないという疑念が、うん、あの西側に起きていると、うん、おー中国は WTO に入ってですね、はいえー、そして市場経済を入れてというふうにずっとやってきたわけですが。はい そこがですね、うん、どうしてもまだ見極めがつかないとしたがってデ、えー、カップリングって言ってたんですね、はい、トランプさんのときは、ね、しかし、まあ、そういうわけにはいかないだろうということで、はい、この2年いろいろな議論をしながらですね、うん、ディリスキングということで、はい、経済安全保障というふうにやってきました。はいうん、まだそういうういい経済安全保障というものがあって、うんはい あのいろんな経済的な交流ができるという、うん、ある意味ではちょっとガ,ードがガードレールが必要な状況だとこういうふうに思いますしたがって、まあ、そういう中で,です、ねまあ、これはある程度周、うん、先生がおっしゃったように体制が違うので、うんはい、体制が違うお互い全く価値観普遍的な価値観が全部共有しているかどうか分からない中で、うんはい、どうマネージをするかと。うんうん まあこれが大事なことではないかというふうに思うんですね。うんうん、まあ従ってまあ,あでぜひというのはそういう意味で言えばですね、はいうん、やっぱり我々のルールで譲れないところはあるけれども。 しかし、これだけ大きなです、ね、経済関係があっていろんなあのグローバルな課題段階は、温暖化やパンデミックについてはみんなが協力しなきゃいけないと協力するとか、うん、協力するとやっぱりそこが非常に大事になってくる、まあ、そういう意味で戦略的互恵関係というのは、うん、令和の戦略的合計関係と言ってももいいかもしれませんねね、うん、主さんねね主さ中国から見た時に韓国。 日本っていう二つの国がそれぞれアメリカと軍事同盟を結んでいます。で、韓国に対する中国の見方、日本に対する中国の見方違いますか。例えばキャンプディービーと日米間のトライラテラルの三カ国の首脳会談あったじゃないですか。その後の動きなんかも含めたときに、じゃあ中国から見たときに韓国に対する信頼度、日本のに対する信頼度、行動評価、信頼度これはどうですか。日本が、ね、外交を、はい、もうちょっと。 うまく上手にやれば韓国の場合はキャンプ・デビットの後はすぐ戻って北京に電話をしてそれを説明してこれは外務大臣で中国に対してねこれは中国向けではないいろいろ我々はやっぱり北朝鮮も打って中国と協力するそういうようなことを韓国したたかにやるんですよ。それは中国から見ると 韓国は信頼できるってことになるの,あの実際今、ね、今、ァイウェイの新しいあれを、ねえー、スマホを、ねはい、解析した結果、はい、日本の部品はもともと20何パーセントが今、2%パーセント以下、うん、韓国の製品は驚いてても20%パーセント以上に増えてるんですね、うん、韓国、したたかにうまくそれをやる、うんまあ、オーストラリアの場合は、うん、この間、ねあの、総理が、首相が中国に行く前に、はいはい、いや、われわれは中国の CPTPP の加盟は反対しないよという話をして。 でバイデン大統領は今回迎える習近平さんを迎えてね数日後に。 あなたの奥さんのホ法令ンさんの誕生日おめでとうと言ってる、ねうん、習近平さんびっくりして、ああ、私は忘れたと。うん、それでまたさらにスマホを出してね、この若造、若い人知ってますか?うん。三十八年前にアメリカサンフランシスコを訪問した習近平、ね。多、ね、ういうようなね、アメリカの外交でこうすると中国はね、やっぱりね。この人はまあ中国とね、真剣に何かやろうと。少なくとも私は一つはこのパフォーマンスもいろいろ必要と。うんうん、同時にもう一つはね、今、あの今のえにもなん 中国、ロシアが、ねはい、今回、実は米中の首脳の会談の中でロシアこのウクライナのことを巡って 中東のことをぐって互いに責任を、ねうん、あの分担して、ねうんうん、この早期のウクライナ戦争が、ねうん、終わるように中国が、うんまあ、ロシア側を説得すると主要、うん、なところで実はかなり深く話し合われたわけですね、うん、ですからそういう意味での是正品主義あんまりもう両極に色分けするという,ようなことはかえって私は日本自身の手足を締まると思います。 キャンプデイビットの後、日本の外務大臣が中国、大きさに電話して、いやいや、こうでああで、こうで、ああで、いや、別に我々われ国で話をして、中国を徹底的に締め上げようという話じゃないんですよみたいな。そういう電話ってした方がいいんですか。あ、していたら、ごめんなさい。いや,い,やいや、いや、いや。していたら、本当にごめんなさい。<の>はい。あの、電話会談がもしあれば。はい。こういう発表があるはずですから。はい、まあ、それをチェックしていただいたら、というふうに思いますが。はいうん、あの、こういう会議をやるときにですね。うん そういう説明というのは必要に応じていろんなレベルではやっているというふうに思いますあ大臣が直接やった方がいいのかどういうレベルでやった方がいいのかというのはその時々の判断によるものだと思いますしこの会合の内容というのはかなり文書でもリリースされてオープンになったインフォメーションもありますからそのことも含めてですね あの説明してななないと思いいいとととうこは思ますなるほどそれはじゃあ日本は日本なりの説明を中国にしていってもおかしくないという意味でおっしゃってる<の>それはレベルは分かりませんよ、ええ、現地大使館を通じたかもしれないし、ええ、そういう意味ですね。それはじゃあ例えばその、うん、韓国は外交部長が電話をしたとかね。 じゃあ日本は現地の大使館から垂水、まあ、さんが説明したかどうか僕知りませんけれども、うん、そういう、うん、そこの中国側にしてみたらさん中国側にしてみたそのレベルと熱意によってその国をやっぱり測ってしまうそういうい意味ですよね。そこはそのなんていう日本の外交姿勢というのがそれが僕はあの決して韓国のように、うん、まあ 僕ら俗にこの番組の中でコウモリとか言っちゃったりするんですけれどもそれがいいとは僕は思いませんよただしそういう国益に立った時にアメリカで言ったそれで向こう側向こう側でわっと言うだけなのかじゃあ日本は日本独自の国益があるのであれば独自のチャンネルで中国に注射をするずるさがあってもいいのかいけないのかここの辺りはどうですかそうでですすかそねそれはもうどちらも正しいことであって、はい。はいうん その時々の判断にも尽きるというふうに思います、はい、こっちがいつも優先してこっちはやらな、はいということではないのでその時々の判断でそれはそのキャンプ・デービッドでどういう話をしたか、はいはい、日米でどういう話をしたかというのもありますしその時々の判断で両方うまくバランスさせると、はいうん、これに尽きると思いますけどねそうなるとですね例えば林さんその経済安全保障の話とかするときに、うんうん、中国に対して 機微技術の輸出を全て止めるんだ14ナノ以下でしたっけその部分の半導体は輸出しないとかでも日本は技術上僕聞いてるのは30とか40ナノしか作れる技術が国内にないとかいう話でねじゃあアメリカのスタンダードに合わせた対中経済制裁のそのレベルを我々はコピーすべきなのか日本は日本で作れるものもあるしもしかしたら中国から技術を輸入すべきジャンルが 先端技術ににおいいててはたくさんあるとううふうに聞こえてます、うん、その意味においてはうん、うん、アメリカが閉じているのと同じだけ我々は閉じるんだというのはそれはただ単にアメリカの国益を後ろ支えしているだけであって日本はもしかしたら中国に投資して中国から技術を吸うという、うん、そういうこともあっていいのかいけないのかこれはまずその半導体についてはですね、はい、特定の国は対象になってないんですね。はい まさにこういう基準に当てはめてこういう場合はこうするとしか書いてないので、はいうん、それはきちっと説明をする必要があると思います、はいうん、まあその上で,です、ねうん、経済安全保障というのももちろんその中国のみを対象にしてやるとか中国を名指しにしてやるわけではなくて、うんうん、こういう行為についてしっかり対応すると。うんはい 経済的威圧であったりですね知的財産の摂取であったりということについては対応をしなければならないといろんなケースで指摘されるケースで中国が多いのはこれは事実ですけれどもだからといって中国だからこうするとこれは明らかに WTO 違反になりますしそういうことではないとこれはしっかり説明をしていく必要があると。 ここからは日中関係改善の鍵というテーマで皆様からご提言をいただきますではまずシュウさんお願いします、はい、私はやはりアジアの未来に対する日中アジアの最大の二つ世界の二位と三位の大国の共通の責任ということを、ね、それに対しての自覚ともにいろんな地球あの温暖化の問題アジアの色の問題に、ね、それ日中の協力というのは私はコンセンサス一つ 共に努力するという方向を作るというのが大事だと思います。はい、ありがとうございます。林さん、お願いします。はい。あの、ありきたりですけど、粘り強い対話。あの、やはりなかなか仕組みも違いますし、難しいこともいろいろ抱えた日中間ですから。粘り強く対話を続けると、いうことが大事だと思います。うんうんうん、はい。